のね、聞いてくれる、また冗談。俺ね、あの13年間ね、生活保護ね、13年間ね、ここは岸の里やけど、わし玉出と岸の里と西成区の間に住んでるんですよ。それ友達金借り行って、玉出の友達2人寄ってね、13年間、いつもあの玉出のローソンから金下ろしてそっちの方行きましたけども、今回事情があって丸々7万6000あるから、ここ7万6000下ろしに行きました。だからこう見たら7時半ごろ、それは顔ぶれが違ってね、俺もここに13年おるから、あ、この人はもう最近出てきたな、あの人はここに来たので全部わかります。13年、これ放置車両ね、でこれ止めとったら持ってかれる、まあそういう話でした。今日だから題名は、昨日ねひらめきたんですわ、言いましょうか。魚釣るには餌ね、女釣るには銭とね、そういうお話、田久保五郎でした。